声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あやっさや、あー分かった、どうぞドキドキよ、せーの、どーれー。なに今のみんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ、はい、はじばといびんと、先週休んでしまってごめんなさいね。どうしたんですか？あれ、あの、イケペさんの妹が結婚するということで、デイジもつぶれみし悩んでたわけよ。せっかく兄弟になれたのに、デイジ。エリネね、カニハンディルの早いよ、しょっちゅうフェイスブックに、なんだった、なんだった、にテーマよ。今から言うからさ、後からね。はいはい、始めました。はい。ホリモンラジオです。はい。アイサイディントロウルマーリンの MC もみやびん。はい。はい、ハロウィンの仮装でドン引きされた皆様、こんばんは。今夜もよろしく、ホワイティーニー石原でーす。はい、那覇マラソン完走に向けて練習して、昨日ちょっと16キロ普通に走れたんで大丈夫かなと思ってます。その後ちょっとね、イオンベイして寝冷えして、ちょっと鼻水がエコザイルです、お願いします。長い、はい、長かった。あと1ヶ月10キロ走ってきました、フリムの仮説です。はいはい、これヨーガリとんどん上。はい、皆さんこんばんは、今度の土日はモンパチフェス参戦します、イケペイです。はいはいはい、はいはいはい、あ、やモンパチフェスどこでよ。今回は豊崎ですね。あ、豊崎、それと同時にヒフニアンの琉球超人もやる。あ、だからこれよ。それも行ってくるんですけど。あ、はいはいはい、わかりました。じゃあ、はい、今日のヌーガラ、はい、ヌーガラ、ヌーガラ、いや、テーマでしょ。うん、はい、今日のテーマはなんと11月2日本日は阪神タイガースの日でございます。カープファン、日ハムファン、皆さんが羨ましかった今年ですが、今日のテーマは応援しているスポーツチーム。おー、どんなジャンルでもいいんですよね。もう全然プロアマ問わず。だからや、応援してるチームって、チームだろ、個人のあれとは違うよや。チームっていうくくりですから、うん、あれじゃないですか。あ、なんかあります？もみさん、スポーツとか全然縁なさそうっすよね。あ、そう。内地でソフトボールそうだったね。誰が？あ、本当は。ボール役？ボール役はないよ。違う、うん。キャッチャーそうね、キャッチャー。キャッチャーか。うん、キャッチャーあ、ぽいっすね。絶対いい時間。まあまあボールとイグレやんね、審判員とらしやに。はいはい、スポーツっていうことで、アリンリ、好きなスポーツ、うん、ホワイティさんあります、うん、スポーツチーム。スポーツチーム もちろん阪神タイガースでございますよ。応援してますよ、もうずっと。あ、阪神タイガース再開でも応援しますよ。かわいそうに。はいはいはい。僕あれですね、ひねくれてるかか、うん、なんか知らんけど、うん、応援してるチームってないんですよ。あれ、応援してても頑張って活躍して年俸が上がるのは選手ですよね。うん、そうなの。還元がないから。やっとや、誰のオフは言えてはいる。あ、ただ日本代表は好きなんですよ。あ、なんでも、はい、のジャンルで。ああ、そういうのでも。あ、いいんじゃない？それでも。サッカーだったらや、日本代表でブラジルとかやるとき見るけどや、うん、あ、普通の J リーグ上位じゃないや。あっしゃれ。へ、これ PK 式まで最初から PK 式でいくのや。ヌラリッサや。これ別の競技なんでしょ。これ。ごめん。あの番組。シシカマと。たぶんドクピーから絶対なんか来ると思う。これ次の番組にもノラリーさん大げさにこけてね、アガアガするのがあれが嫌いですよ。 あれちょっといや僕や、あれや次の番組に影響するよ、サッカーの話。はいはいはい、はい、じゃあ今日の流れ、はいはい、オープニング後お送りいただいたメッセージ、16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナー、20
もう今日はゲストいないんだね。今日はこっちはいないですね。のゲストでございます。それでですね、本日は名古屋はね35分頃から名古屋支部からの中継となっています。メールアドレスは moon@fmgino1.com、moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組はシーベースダイビング中川名木流海企画闘牛のキラキラグループ、沖縄そば金太郎フリムーンファミリーの提供でお送りします。それで一旦 CM です。あんたね、いくらするわけ？まなこさん、これあんたね、いくらするわけ？これだったらテレビ見れる。こうとこがあるねっさ。沖縄に行ってません。あ？沖縄に行ってません。あ、順にな。いや、注文な。通販だよ。沖縄探したけどない。今日も暇だわね。ですね。こうちゃん、あんたちょっとそこら辺でキャッチしてきなさいよ。いい男限定で。今からですか？あ、早原奈さん、そろそろフリムーンラジオが始まりますよ。そうだったわ。あの人気番組、フリムーンラジオの日だったわね。いらっしゃいませ。あんたたち、フリムーンラジオもいいけど、RBC アイラジオミュージックシャワープラスプラスもちゃんと宣伝すんのよ。ね、姉さん、フリムーンラジオ。あ、やっぱり本物は違うね。これぞあれですよね、プロの。あれプーっていうのはしばらくやめよう。やっと分かってくれましたか。超分かった。1年経って長かったやつさ。長い。また新しく短いの作ろうや。そうですよ。新しく短いの、ね、新しく短いの。あれはちょっとしたコーナーですよ。もうやんどや。はいはいはい。それでは、はい、じゃあメール来てますかね、早速。はい、じゃあ僕からいきましょう、ね。はいはい。シムンド、はい。今日全体のざっと通してこれ読ませてくださいって僕がお願いしたのです。はい、じゃあいきます。世界のフリムンな皆さん、おばんです、はい。チャタンのエイリー、金魚ダンベよ。今日のテーマは夢中になったスポーツのチーム、やっぱあれでしょ、東京ボンバーズ。ローラーゲームの東京ボンバーズ、あれ最高よ。てか佐々木陽子やミッキー、これ門田でしょうか、住田でしょうか。ミッキー住田は ご健在かね。唯一の貴公子小泉博士様は今何してるかね。みんなこの話ちんぷんかんぷんでしょ。バク、この投稿を読んで苦笑いしている人は相当な年だはず、いひひ。そんじゃ皆さんバイビー。チャタンのエリー、金魚さんからです。東京ボンバーズの絵か、これ沖縄の人わからないんですよ。何何、あの、うん、演習リンクを、うん、ローラースケート履いてガーッとチームで走るんですよ、うん、それでエルボーしたり飛び蹴りしたり、本物のスポーツやんば、格闘技滑りながら、でこれを週をか、競うっていう。これ今もある？もうないですね。でこれなんで僕がわかるかって言ったら、うん、東京、うんで仕事した時のその社長が元東京ボンバーズなんですよ、の選手で。でまあお願いって自分から言ってないけど、散々ビデオ見せられて、選手だったの、スター選手だった人なんですよ。だからこれ読ませてくださいってお願いしたの。これあれやんや、これフル装備やっさや、うん、なんかプロテクターつけて、当時もなんかめちゃくちゃ人気あったらしいですよ。全能からやってから禁止なとはやん。だんだんなんか人気が下火になっていったらしいんですよ。下火になった、このうちの元社長が言うには。でなんかだからあれ複合してや、あのプロテクターとか頑丈にして下丸バイとかや、これで人気出ないかね。またそっちです。次か、はい、うん、はい、次のメール、はい。
はい、はい、フリムーンネームエイミー姫です。はいはい、エイミーちゃん、はい、フリムーンラジオのスタッフの皆さん、はい、今日のゲストあ違うね、今日のテーマ応援しているスポーツですね。私が応援しているスポーツはやっぱりうちなーの琉球ゴールデンキングスバスケットボールです、私のパパさんも昔はスポーツマンオールマイティでした。高校バスケットボールで最優秀選手賞のトロフィー今でも大事に飾っています。あくしゃみをかっこ笑って笑です、ね、ゴールデンキングスの中で一番好きな選手は、岸本隆一選手14番です。スリーポイントを入れるのがすごく得意です。チバリよゴールデンキングスって今盛り上がってますよね。すごいね。見に行ったことあります？ホワイトさん。ない。生では テレビでは見たことあるけど、テレビでは見たことある。テレビやってるんですかあれ。やるよ。あ、やってるよ。開幕戦はやった、B リーグになっての開幕戦はちょっと負けたんだけど、3点差か5点差の僅差。本当に僕が好きなミュージックカフェって番組が、たまにキングスのラジオで潰れるんですよ。あ、バスケットをラジオでやる意味がわからないと思いました。リュウタロウが出るだろ。そうバスケットをラジオで、そうそうそう、いや無理でしょ、テレビがいいでしょ。いやだからそれの今そういう話してるんです。バスケットや。はいはいはい。でもリュウタロウのいい声でやってくれるんだね。バスケットはいはい、次行きましょう。はいはい、これよちょっと話から読もう。はい、次のメール。はい、あ、じゃあ僕行きましょうね。はい、はい、タイタイ、クリムーンの皆さん、こんばんは、アレックスです、はい、私は福岡ソフトバンクホークスのファンです。応援歌がダイエーホークスからソフトバンクホークスに変わるときは戸惑いましたが、もう慣れました。今の選手も好きだけど、松中選手、大道選手、鳥越選手、昔の選手も大好き。うちらが姉妹はホストバンクホークスって言ってます。イケメンが多かったんですよね。そういう意味で、うまい、すごい。今もイケメンばかりで選手を選ぶのが大変ね。もちろん琉球ゴールデンキングスのファンです。金城選手、岸本選手、頑張れ。ではまた来週、電波障害がなかったら聞きます。正直か。あ、でも女性はこういう目線でもファンになれるからいいですね。だからや、マスクで選ぶんだろ。うん、顔ね。あ、顔。あら、ヌーナなんて、ね、英語使ういきなり使うから、ね、ヌーナなんて三軍でも顔が良ければよし。うん、ああ、なんかそういうの何かで聞いたことありますね。三軍選手の追っかけがもいるらしいです、うん、ジャイアンツとか。だからや、はい、あ、三軍。うん、すごい。いいね。はい、番組、はい。あ、その前にちょっといいですか。うん、身内での呼びかけなんですけど、ヒロキックスごめん、ちょっと一回来てちょうだい。はい、どうぞ、すみません。はい、はい、サイフルムンラジオの皆様、ゴブリーサビラ、はい、浦添のしんちゃんやいびんってあり、ああ、もう夫婦で出してるね。毎週水曜日は楽しく飲みながら聞いてみます。今夜のテーマですが、もちろん B リーグの琉球ゴールデンキングスですよ。うん、DJ リーグの時から大好きななんで応援してるんですよ。現在5勝3敗だけど、まだ始まったばかりだから全然心配してないさーって。岸本選手のスリーポイントシュートが決まればキングスの勝利間違いなしダバーよーって。なん変なところで切りましたね。あらあらあら、ダバーよーって言うから、うん、ホリムンの皆さん、今夜も島を飲みながら楽しく聞いてるさーね。はい、ホリムンラジオステッカー、はい、来たよ、またはい、2枚希望。はい、ゆたしくですって。既得な人もいるもんですね。あ、やっぱり二人好きなんだや。夫婦二人、ね、ね、だから放送前に読んどきなさいって言ったのに、ひっちゃきひっちゃきし、もう3回言うロンドや。3回読んでこれた、終わりさ。もうミクスタッパトンバー、ミンカイ3回読んだんだこれ。夫婦で好きなチームがあって応援してるっていいっすね。やんばよ、俺もまず、じゃ あ俺夫婦から作らんといかんか。夫婦どうしましたか。夫婦からに、ね。はい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 、順番が間違えてました。あ、いやさ、うん、しんちゃん、うん、来週キラキラカールちゃんですよ。よろしくお願いします。はいはい、次、はい、はい、マナブさんに骨折さん、はい、こんばんは、はい、泉様の特急サダンです。はいはい、サダンさん、はい、いつもありがとう。応援してるチームは地元のプロ野球球団、うん、阪神タイガースとオリックスバファローズです。お、どちらもファンクラブに入っているぐらい応援してますよ。すごい。
時には相手の本拠地の球場、うん、過去東京ですが、うん、に、観戦に行きますやはり地元の球団はどうしても応援したいあしないとね。では最後まで番組を聞きますね。はい、ありがとうございます、はい、でもサザンさんありろや言うこれすけど相手チームのや本拠地とかに行くさやよくフェイスブック載ってさ あっちこっちの球場行ってるもんね。安くとわーし、うん、暇やろやーりょあぶってるけど今年の4月に神戸行った時に、うん、あの人と一緒になったんだけど、トワイさん、そう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 、でね特急サザンさん近くにいるんだけど行くって言ったらもう野球場に入ってるからああ会えずあサッカーなオリックスはどこだっけ。オリックスどこだ、名古屋、オリックス、うん、オリックスは神戸でしょ。神戸の方、神戸、神戸でしょ本拠地。阪神は、阪神は大阪、大阪、大阪、あせとなりぞさだや、うん、うん、おおおきなものから作ればいいのにや。沖縄巨人ファンが多いっていうのはあるだろ、テレビ巨人しかしないからだろ。そう、昔あのテレビ放送した時には、うん、巨人戦しかこっちで放送してなかったから、やったんどや、その流れでラジオでも何でもさ、もう巨人戦メインでしか放送してなかったから、うん、その流れで巨人ファンが多い。昔の四国もそんな感じだったよ。そうそう、あ本当に、巨人ファン多い、巨人しか分からないからだろ。香川県も多かった。だけど多分、うん、こっちは多分広島っていう球団ができて、うん、近いのもあるし、全国的にテレビでやるようになってから多分広島ファンがどんどん増えてたと思う。テレビのチャンネルの数も増えたからやんどうや、そう四国多分それだと思う。そうそう、だからうちな2つしかなかったよねあれ NHK のかしたよ、うん、だからうちなあの8チャンネルと10チャンネルやったんだって、うん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 、帰れっていうのに反対に帰れんにや落ちゃったんどうや反対って 10の反対8すごい、ね、10の反対8、あテレビ反対かいけれにおかしい話がのぐらテレビ持ってから反対書いたようにうんと思いたや、この話もあったやつだやで個人的には広島カップ優勝してほしかったんだけどな。いや広島優勝してほしかったけど、あの最後でも、ね、もう負けてもいいから最後の1回はコロナ出してもよかったのにや。あみんなそういうね、やっぱね、やんばよ、うん、みんな思うよ。目の前で見たよ今年黒田、はい、うん、黒田選手だ。そうそう、うん、家近いから。ゲイ。はい。まあ、じゃあちょっとね、あの姉さん今来るのさっき遅れてたって連絡入ったんだけど、来たみたいなので。来たに？はい。じゃあ一旦 CM 入りますか。はいはいはい。久々に押せよ。はい、こんばんは。今日も白子ちゃんが相手でしょ。はい、今日も白子サポートします。どう、今日も白い、うん、真っ白。あ、始まる前に皆さんにお伝えするわね今日のポッチは左以上。お便り来てんの来てる。ポッチには関係ないんだけど。あ、そうなの、うん、こんばんは、早原姉さん。
エアウルフの副操縦士、アメリカ生まれドミニク・サンティーニーです。姉さんの得意なスポーツはなんじゃん？そうって。この方新規の方かしら。新規。あら嬉しいわ。新規お初です。で、な、え、何好きなスポーツ？うん、ドミニクが聞いてる。ドミニクが。ドミニクに聞かれたら正直に答えなきゃいけないわよね。ナイトレスリング。わお。ね、ストレートすぎ。胃腸なんか目じゃないわよ。特にね、うん、得意な技あんの。あ、肩車わかる？あのメダル取った時ほらやってたじゃん。あのハゲジャビンの監督の背中に肩に乗せちゃうんでしょ。そうそうそう、肩車。ナイトやったことある？白子ちゃん、ナイトプロレスの肩車はどんななの？すごいわよ。声にならない声出すの。相手がね。私奉仕する方だから。あ、そういう時姉さんそっちなんだ。それで数々の殿方を虜にしてる。なるほどね。あのほら最近までさ、うんうんうん、ディランってノーベル賞の連絡無視してた。あ、え、僕ノーベル賞いらないって言ってた。ボブよ。嘘。あの肩車しちゃってたの。え、信じられない。だから連絡つかなかったの。あ、そういうことね。今回連絡ついたらね、うん、いいのね。もう終わったからさ、うん、もうもらいに行ってきなっつって。あ、つってなんか無理あったわ姉さん、ね、初めて使ったわよ、うん、次行っていいかしら。はい、ハイバル姉さん、フリムーンメンバーの皆さん、こんばんみ。関西姉さんよ。あらあら、お久しぶりじゃないの。久しぶりのご無沙汰でした。最近仕事が、言葉意味が被ってる。そうそう、最近仕事が忙しいのよ。ハイバル姉さんはお仕事忙しいかしら。それでは最後までちばりよって。ねえ、久しぶり嬉しいわ。うん、うちはもう今閑古鳥鳴いてるわね。あ、どうしたのお店。ほら、うんうん、こういう店じゃない、うん、年末になるとさ、うん、みんな家族の元に帰っちゃうの。こんなもんよ、夜の商売なんて。いいことじゃないの、家族の元帰るのは。いやいや、私らにとっては痛手じゃない、うん、あ、なるほどね。家庭が不安になればなるほど、うん、こういう店は潤うのよ。あ、なるほどね、うんうん、どうせ仲良くしてるなんて表面上だけやん。やめて姉さん、やめて。もうどんどん、あなたわかるでしょ。ダメ、なんか幸せが遠ざかって気がする、そんなこと言ってたら。次行っていいかしら。あら、まだあんの、うん、今日大量じゃない。こよ、ハイバル姉さん、フリムーンの皆さん、ねんねんコロリン、ラジオネーム3代目メンソールブラザートムです。うん、安定だね。最近夜はめっきり冷えるようになりましたね。そろそろ人恋しくなる時期かと思います。そういえばこの前のハロウィンはどうでした？私の方は美佐子姉さんの仮装で茶壇を練り歩いたのですが、わらバーターから、はい、マツコデラックスだとか、両国だとか、見当違いのことを言われて、心に傷を負いながら帰りました。もう巷はクリスマス商戦が始まってますね。それでは、今夜も頑張るーん。ま、あの、この子ね、一回も綺麗に着地したことないわよね。うん、ちょっとなんか最近とっちらかってる感じが、ね、要はあれでしょ、うんうん、美佐子姉さんのコスプレっていうのは、うん、あの前ほら小文字姉さんが来た時に、うん、ここに座ってたあの、うん、オブジェと貸してた子のコスプレってことでしょ。じゃあ言わせてもらおう、うん、さもありな。セクシー、色っぽく言ってみて。セクシー。どうなの白子ちゃん、んさあもう年末に向けてなんだけど。そうね、いいラブはしてんの？いいラブは、いいラブしたいなと思ってるんだけど、うん、とりあえずココア飲んでみた。あ、見た、うん、あ、それ、うんうん、あ、それで、なんかコーヒーよりココアのが女子力上がる気がして。もうシワ取りなさいよ、ズーズーし。私ね、これ嫌いなのよ。女の人がさ、恥も嫌いもなく女子女子っていうの、何あれ。男男子って言う？言えばいいんじゃないの？言わないじゃないのよ。言えばいいじゃないの。じゃあいつまで女子なの？じゃあ永遠に、あ、枯れない、うん、枯れない、終わらない。でもね、うん、私の友達言ってた、うん、あのね、うん、上がったら外すって、うん、お。そっから先は更年期の世界に入るから、うん、もう取らざるを得ないって言ってたら。なるほどね。白子ちゃん、あなたもう少しじゃない？まだまだ大丈夫。、うん、毎月きっちり。順調なのね。うん、そう、順調、うん、大丈夫。私さ、遅れてんのよ。姉さん、まさか40年ほど遅れてる。ちょ待って。順調、姉さんも順調。計らずも
お下列になったところで今日はもう私帰るわよ。私の色じゃなかったわ今日。閉店です。ハイタイ、ビューティーのテルキナタケミです。私はフラーソング、フラートークが大好き、ハゲチャビンも大好き、そんなフリムーンラジオを応援します。はいさーい、リューティーの日笠俊です。友人のブラック日笠さんに代わります。わー、俺はブラックトークのフリムラジオにハマってるぜ。やみつきになるぜ。聞いてるか、おいイケペ、そんなフリムラジオを応援するぜ。はい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 、うん、いいかしら。どうぞ。もう早速もうメールいっちゃっていいですか。いよいよ、はい、すごい、うん、はいはい、フリムーンラジオの皆さん、リスナーさん、こんばんぽ。モアイ大好きな人、星マークにミコちゃんです。はい、うん、今日のテーマ、応援しているスポーツチームでしたっけ。それは読売ジャイアンツです。きっかけは父と兄がジャイアンツが大好きだったので、私もジャイ子になりました。小学生の頃は漫画のリトル巨人くんとかミラクルジャイアンツドームくんとか好きでしたね。ジャイアンツのお金に糸目をつけない補強もさすがって感じです。来年の秋季キャンプでもメイクバッチリな追っかけギャルたちに負けない声援を送りたいと思いますって。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりだこれあるさ、あの、うん、親兄弟がやっぱりテレビの影響やんばよ、ジャイアンツったら、うん、そうですよね。沖縄なかなか他のチーム放映されないですからね、うん、特にあれもさや、うん、あの八木正雄先生もや、うん、負けたらあっしゃ、負けたら取ればいいんだ。ああ、ちょ負けてよ、ジャイアンツ。番組でこれをやりたかっただけでしょ。あら、ジョニーと聞いてみ、電話した後から聞いてみるさ、うん、ちょっと不機嫌になってるからね、番組中ね、やっぱね、本当にいい、ね、これもある気は、うん、いいはいはい、他にメールは、はい、じゃあ僕いきます、はい、タイトル、倉敷ののんぺと申します。おい、こんばんは、池平さん、もみさん、フリムーンラジオの皆さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか。はい、今日のテーマ、応援しているスポーツチーム、小さい頃は野球が好きで長嶋王選手に憧れていました。なのでジャイアンツが好きなチームと思います。チームより個人を応援していました。今は北海道日本ハムファイターズの大谷選手です。バスケットでは NBA アメリカのプロチームのマイケル・ジョーダンのシカゴブルズとデトロイトピストンズです。個人的に好きだった選手はボストンセルティックスのラリーバードです。日本人は田臥勇太が NBA のフェニックスサンズにいたということはすごいことです。皆さん頑張っていきましょう。またメールします。バイミー。おスポーツ好きやってや、詳しいね、詳しいや。もうお約束のあの、うん、マイケル・ジョーダンがピストン食堂の、食べ物また来てるわけな、うん、全部があります。いつもありがとうございます。この時間に見るのきついんですよね。お腹すくうよね。これご飯と味噌汁ビーカローレシンプルイズベストですよ。2枚目もあるんですけど、2枚目豪華なって、うん、あれ豪華やっすよ、ね、これ前から老人ホームのご飯おじいさんやめて。のんぺさん最近はもうこれあれですよね、うん、シャメゲイですよね。ああ、やっさや、のんぺさんの武器ですよ。ありがとうございます。だあれ来て、あれ、はい、ツイッター来てないか、うん、はい、ツイッターはツイッターいっぱい来てるはずよ。大事に、はい、うん、だ骨折さん、うん、ツイッター来てるかね。あ、ツイッターであの、うん、いつもこっちに常連さんのAKB ファンさん、はい、あ、うん、チャラチャラ AKB ファンになってるんですけど、あ、変わってますね。うん、しょっちゅう変えるんですよ。チャラいとかチャラくないとか、今チャラチャラになってます。これはあれですね、ラジオネームちょっと変化させる芸ですね。そう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 。何名かリスナーさんいますね。いますね。はいはいはい。あとは、あ、ナルトラさんメールも来てるんですね。うん、ナルトラさんメール来てますよ。メール来てるし、うん、ナルトラさんも参加してくれてます。うん、あ、まあドナーさんが僕の巨人メイン、ミュージックカフェのあれを引き継いで行ってくれます。ああ、なるほどね。嬉しいです。はい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 。はい、じゃあ、はい、メールはい。あの、うん、どうぞ。OK、いいですか。うん、はい。はい、さえ、フリムンの皆さん、リスナーの皆さん、名古屋チームの皆さん、お疲れっす。もみさん、体調戻りました？あっしゃ、チャーハギ。大丈夫かな。図鑑即熱っていう言葉は、もみさんにある言葉かと思ってた。だからよ、いつも健康そのものと思ってたんだけどね。ちょっとこの言葉に比べて頭が寒すぎたかな。沖縄も寒くなってきたから、冷やさんよ、気をつけてよって、もみさんをいじってしまった、白棒兄やんです。はい、こんばんは。白棒兄やん。はいはい、ありがとうございます。今日のテーマ、応援しているスポーツチーム。チームというと複数の選手がいることをイメージしますが、実は巨人
個人競技でもチームを組んでいるのでそれでもいい。自分はゴルフ以外のスポーツはからっきしダメなのでやっぱ松山英樹チームかな。海外で、活躍するゴルファーはチームを組んで日本から行っていることが多いと聞いています、はい。松山君にもトレーナー、コーチ、キャディ、栄養士、運転手とかいるはずで、プライベートジェットのパイロットなんかもチームの一員かもね、はあ。それとメンタルも大事だからフリムメンバーのようなお笑い盛り上げ隊もいるかも。もし、松山くんのチームにいなかったら立候補したらいいよ。そしたら海外飛び回れるかもよって。採用されないよね笑って。フリムンの皆さんもインフルには気をつけてください。すでにかかってしまって泣いてる人がいるさって。はいはい、ありがとうございます。松山さん席優勝してよや。あ、そうなんですか、ね、選手、うん、日本人初やった。あ、何言ってました。何に、選手、多分ワールドツアーみたいな感じで、海外でやるゴルフのツアーがあるさ、大きい大会、ね、それで日本人今まで優勝してなかった、いい線まで行ってたけどやってないったところで、日本人初の優勝っていう、すごいや、すごいですね。ゴルフでよく聞くのがあるのや、あの石川遼選手とか、うん、女の選手とかいろんな人がさ、うん、結婚したからダメとかよ、はい、お家作ったらダメとかよ。あ、そうなんですか。彼氏できたからダメとか、こんなのよく聞くわけさ。なんですかね、頑張ろう精神が嘘まるんですかね。あるんじゃないか。でもそれだったら他のスポーツでも一緒じゃないですか。だからさ、ゴルフだけがそう言われるってことです、うん、あのボクシングでも個人競技はこんな見てよ、なんかよ。だから僕もあれなんですよ、投稿が鈍らないように作らないんですよ。でもやわらちゃんすごかったけど。だからや、うん、ママでも金とかって取ってた、うん、あ、結婚してママでも金、ママでも金、パパは当たり前に金、おう、パパ乗らない、パパはちょっと落ちぶれていきましたね、ごめんなさい。はいはい、知ってるんで、うん、元オリックスだ、ね、あ、だから、はい、はい、次、はい、はいはい、はい、いいですか、うん、シモンド、はい、うん、フリムの皆さん、名古屋の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ラジオネームナルトラです。はい、ナルトラさん、はい、今日のテーマ、応援しているスポーツチーム、野球は阪神タイガースです。地元徳島では阪神戦中継ばっかりやってることで有名な神戸のサンテレビが見ることができるので自然に洗脳されてしまいました、うん、かっこわら。今年は金本大成1年目なのでこの成績でも仕方ないかなとは思いますが、うん、来年こそはてんてんてん、せめて A クラス。それからサッカーは地元の J リーグチーム徳島ボルティスを応援しています。今年は J2 で真ん中くらいの成績で、残念ながら J1 昇格はならず、夢は FC 琉球に、J2 に昇格してもらってアウェイ観戦で沖縄へ乗り込むことでしょうか。お、うん、では最後まで楽しみますよって、はい、はいはいはい、ありがとうございます。今回のテーマで皆さんの投稿を聞いてと思ったんですけど、何か一つ応援できるチームがあるって羨ましいですね、うん、だから下城東山バッテコの人から夢中になるのがあるから、勝ってうっさして負けてちょっとあーってなって、これが野球だと1年130試合ぐらいあるでしょ、うん、あー、だから来年俺、僕あれファンになりましょうかね。まああるよ、台湾のどっかのチーム、台湾韓国か、あっしゃべよ、地元情報を取りにくいこと。キングスでいいんじゃない。まずはキングスから行く。あっしゃ、うちらを的にはプロ野球とかあれよりはやっぱり高校野球じゃないか、うん、ああ、そうですね、高校野球、ね、みんなは、あ、車もとおらんなのさや。でも前なんか新聞かなんかで読んだんですよ、うん、沖縄の人は高校野球ファンではなくて、うん、沖縄を代表する高校野球ファン、あ、いい、沖縄代表でいくからや、それは当たってる、うん、だ、大体の人あれじゃないですか、沖縄代表の高校がもう負けてしまったら、うん、見なくなる、ね、見なくなるし、見ないさや、どっちが優勝やったら、あ、まだやってたのか、優勝するんだ、そう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 、どこが優勝したかも聞かんさ。そうで沖縄が勝ち進んでいったら、その試合のたびにもう車ほんとガラーン、ガラガラしから、でジャスコの中のね、そうそうそう、大きいテレビの前にやっぱり荷物持ってっても嫌がられるわけ。あのうちら、言われる、うちらの応援団はすごいってよ、やっぱりよ、うん、あっちのあれくらい嫌がられるって。あ、そうなんですか、うん、指笛って言った、指笛とかこんなの、なん結構やっぱプレッシャーなってるって言いますよね、相手の、やっぱりあるわけよこれが。あ、ツイキャスでひふみさんが、うん、イケペ俺の応援してって笑い、あ、琉球超人、ね、今もう多分いっぱいいっぱいなはずですよ、ね、あれひふみ兄貴が金玉治ったかね。
あ、抜いてます。抜いてる。また何2回目かつ。あいや。あ、じゃあこの水抜き情報もヒフニャンの、うん、常時随時ここだからね、これもこの情報も少しあれしてはいはいはい、次はい名古屋じゃねえかね、はい、はい、呼んでください。はいはい、名古屋のお三人さん、こんばんは。こんばんは。あれ、はい、聞こえないけど。あ、その間にヒフニャンがスッキリってスッキリに抜いたんだ。抜いてスッキリ。よし、これ看護婦さんが抜くのかや。抜くってどの抜くです？あ、水を抜くってことですか？あ、てめえや、抜くかや、ほらや、ほらほら、いや、看護婦さんがって言うから、だから女の人が抜くのかなって。けどそれは先生がから、その男の肘バサバサしたらすごい。どうし、こんばんは。こんばんは。入ってない、名古屋。おっと、生放送ならではの。そういえば最近アクシデント ROK で放送事故ありましたね。864はや朝、うん、いきなり音ピタッてやるんで、うん、ちょっとした単調なリズムのメロディーばっかり繰り返すんですよ。あや、うん、10分15分ぐらい長い。もうこれ完全なあれですよ。だから慌ててこのバツナギっていうか、うんうん、あ、朝ずっと音楽流して、スプラッシュか、あの時間帯でしたっけ。うーん、またあるさ、あの八重山では RBC アイラジオは聞こえなくなってさ。や、あ、そうなんすか、うん、ずっともう流れ来るもん。あ、へ、うん、だからこれ放送しよってさ、土曜日だよ、菊池のが先週です。うん、へえ、こういうのあるから怖いですよね。だからまあすごいね、うん、これに比べたらフリモンは可愛いわさまあまあまあ、メインパーソナリティが生きる放送事故みたいなもんですから、ね、うん、だから抜いたり抜かれたりとか言ってゲージや抜きつ抜かれつ抜きつ抜かれつひふみさんが看護師さんがって当たってるんかい。あっさみよいな、あんなデージなトンヘア。これ多分オプションで看護師さんにやらせてるんじゃないですか。看護師さん、あれひふみやる、サバイバルだよね。たまらなくても言ってないか、自分で絶対たまってるんやまサバイバルだよね、看護師さんも。デイジロイ看護師さんも。あ、超すごいタイムリーですよ。うん、世田谷のコーラゼロさんが、うん、先ほどの石垣の電波、うん、入らなかった件なんですけど、うん、石垣島は落雷だったみたいですよ。あは、うん、ミネラルミラクルさんは無音でしたよ。うん、あ、雷で。音がないんだ。時間的に低減なかったぞ。あれ、ひふみやも石垣は中継局に雷落ちたってよ、うん、そういうことあるんだね。石垣はどこにあるのかな、スタジオは。石垣和歌山、あ、もう出張でヒッチ行ってるからあれですよ。 あそこでリスナーさんが集まる居酒屋とかも分かります。あ、そうな、ミンサー部屋のお家の隣に落ちてないかいや、そこがスタジオだったってことだからいい。あれ、ミンサー部屋さん近すぎるでしょミンサー部屋さん、ラジコでは聞けましたって。あ、ミネラルミラクルさんが、うん、だからや、あし、だってあの南骨折がステッカー送ってからあ、そのせいだあれ、コースター送られてきてたのにコースター、こっちの夜名原で作ってるコースター、やった夜名原で、石垣から夜名原で作られてるコースター送られてきてたって。 ありがとうございますあれ T シャツのあれやろね。そうですか、赤ヶ原コースター。はい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 、こんばんは。こんばんは。聞こえる、名古屋。聞こえます。聞こえるよ、聞こえるよ。ちょっとですね、スタジオの声が聞こえませんので、一方的にじゃあ喋らさせていただきます。はい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 、はい、ですね、名古屋もですね、かなり寒くなりまして、うん、最低気温がですね10度ぐらいになっちゃいまして、その関係でこんな風が上になってしまいました。ダーツさんと、はい、ではですね、今日はですね、お出かけということになりますので、スタジオの声は一切聞こえませんので一方的に喋っておりますので、うん、いよいよ、マスクマンの方に入ります。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。マスクマンです。今日はですね、名古屋市中区金山にある、ブラジルコーヒー選手兼ミュージシャンの角田健太さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず最初にですね、バンド活動をやられているということで、たくさんバンドにですね、所属されていると聞きましたけども、はい、まずどんなジャンル の音楽をやられているかご紹介ください。まあ、
そうですね。まあ、ロックとか近いですかね。ああ、そうですか。はい、まだまだですね、アルバムを制作されているということで、これも最近出されたアルバムでしょうか。アルバムはね、去年と一昨年に、出しまして、ソロで。はい。で、他にやってるバンドでは、別でも出してたりしてますね。あ、そうです。ね、一つ面白いね、タイトル名を見つけましたんで、名古屋にみその座というね、有名なホールがありまして、お笑い芸人さんとかですね、超有名な、俳優さんとか、歌手の方がですね、舞台をやられるところがあるんですね。で、その、名前がついた、みその座という名前がついたタイトルがありますので、これはどんな思いでお歌いになられてるとか、お作りになられたわけですか。まあ、みその座で見た風景を、まあ、そのまま歌にしたんですけど、はい。そうですね、まあ、まあ、日常生活でのこう、まあ、普段の風景というか、はい、うん、そういうのをそのまま歌った歌ですね。ああ、そうです。本当に名古屋では超有名なホールなもんですから、皆さん覚えておいていただきたいと思います。みその座でございます。みその座。ですね、あとみそちゃんの方からですね、ライブがあるということで、角田さんのですね、ちょっとご紹介していただきたいなと思います。みそにこみすきです。こんばんは。今日ですね、お越しいただいております、お邪魔しております、ブラジルコーヒーさんのですね、まあ、オーナーであります、角田健太さんなんですけれども、バンドではですね、角田健太さんとして活躍されています。11月6日の日曜日に、こちらの方の名古屋ブラジルコーヒーでですね、同じようにライブがあるということで、ちょっとライブのお話もしていただけますでしょうか。はい。金山ブラジルコーヒーでは、月にまあ3、4回、4、5回程度まあライブとかを開催してまして、今週の日曜日に、東京からフラリネという、ギターとボーカルのデュオのグループと、浜松から民謡界のニューウェーブ、ジリリターという、まあ、三線を弾いて、まあ、独自の、民謡の歌とか、オリジナルとかを、まあ、バンド編成で歌ったりするグループと、あと、まあ、僕のやっている、バンドのライブがあります。7時会場で7時半開演です。予約1800円、当日2000円って感じですね。はい、ですね、もちろん、ライブもやられているんですけれども、こちらですね、ブラジルコーヒーさんはですね、1971年からですね、やられている喫茶店でございまして、もちろん名古屋ですので、モーニングサービスもあります。通常の、7時半からですね、10時半までですね、コーヒーとかドリンクのお値段でですね、厚切りトーストとゆで卵がつくというですね、もう名古屋では有名なモーニングのスタイルでですね、モーニングもお出ししておりますので、またですね、ライブもお楽しみいただいたり、ブラジルコーヒーさんで普通にコーヒーをいただくというのもよろしいんではないかなと思います。またですね、こちらのお店でですね、アフタヌーンサービスとして14時から18時、こちらの方は同日祝除くんですけれども、そのドリンクのお値段でですね、プラス100円で同じようにモーニングと同じような厚切りトーストとゆで卵、もしくはサラダというふうにですね、モーニングだけではなくアフタヌーンサービスもやっておりますので、ぜひお越しいただけたらと思います。場所はですね、名古屋の金山駅から歩いて3分です。お電話番号が、052-321-5223 番です。もう、そろそろ名古屋、お時間になりますので、最後に一言、角田さんに、まあ、バンドの、自己 PR でも結構ですし、ブラジルコーヒーの、アピールでも結構なものですから、はいはいはい、一言よろしくお願いいたします。はい、
そう、全国の方が聞いてるんですよね。はい、聞いてますよ。まあ、もし名古屋にいらっしゃった際には、ぜひとも、金山ブラジルコーヒーに、遊びに来ていただければ、すごい嬉しく思います。こちらでもバンド生演奏が蹴るということですか？そうですね。こちらに足を運んでいただければ、生バンドも来ますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もうそろそろ名古屋終わりになりますので。はい、以上、名古屋からお伝えいたしました。はい、また来週よろしくお願いします。はい、来週ありがとうございます。はい、さ、最後は聞こえてたんでしょうかね、僕なんかの声は。だからや。うん、どっちかな、あの力だよ、分からんよ力んよ、あれやな、まあまあこういう時も、うん、しょうがないです、ね、ありますし、ターガルが放送時この話ですことだ、あはつながりましたねやんばよ、はい、アレックスさんが、うん、名古屋の中継の時 に、うん、読もうと思ってた2通目があるんですけど、うん、後でこれ読めるんですよね、見れるんですよね、うん、あ見れるよ、あそこでもサクッと、はい、たいたい、フリムーンの皆さん、チーム名古屋の皆さん、こんばんは、アレックスです、はい、チーム名古屋の3人さん、名古屋寒くないですか、ダンサーズさんは風邪治りましたか、ヒージャージル食べたらすぐ治るはずよまたは風邪ひかない、では中継楽しみにしてますってだったんですよ、はい、初めに読みたかったんですけど、10度、10度角度があらんよあれよ、気温、気温ね、うん、温度が10度はいはいはい、あ、ヒージャージャーヒージャーかもかや、好きな人は好きなんじゃないですか、うん、ダンさんなんか、ダンサーズさんなんか食べれるって言ってませんでしたっけ、言ってたか、何かで大丈夫じゃない、え、この来た時マジョン食べに行かんダメやしさ、うんうんうん、あるね、はいはい、次、はい、メール来てる、はい、来てますよ、はい、はい、こんばんは、フリモンラジオの皆さん、ラジオネーム、はい、今日もおかしな銀のトロンボーンです、はい、トロンボーンさん、ありがとうございます、はい、今日のテーマは応援しているスポーツチームですか、はい、野球嫌い、サッカー嫌い、バスケット、プロレス、レスリング、柔道、剣道、ラグビー嫌い、はい、気持ちいい、考えたらないかもってフィギュアスケートも興味ない、応援してスポーツ選手いないいないだそうです、逆に気持ちいいですよ、あれやさや、みんな文化系やんばよ、あワンとサバチャートにいてから誰がよあ、俺文化系やろわ、発祥沖縄県無形文化財やろわ無形な無形だからね、あ、なるほど、あ、人はね、無形文化全然、あ、本当だ、はいはい、はい、ないけねはい、他には、はい、はい、行きます、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃん、はい、めいちゃん、はい、はい、フリムーンラジオの皆さん、こんばんぽつ、はい、こんばんぽつ、はい、イケペイさんは金曜日の新番組担当、お疲れ様です、かっこあら進撃のめいちゃんです、はい、ピコ太郎最高でしたよって、では私の私の応援しているスポーツチーム、うーん、私も熱烈に応援しているスポーツチームはいないんだけど、キングスは絶対に応援しています、B リーグ全国優勝してほしいな、ではまた楽しく聞かせていただいてます、今日ももみさんご健在でよかった、ではまた来週です、あ、はあ、茶がさないろう、もう来月の23、24、4日で会いましょうねって、あはあ、あれラジオ祭りやな、あーあー、ラジオ祭りであるし、うん、めいちゃんね、うん、ミューシャの時ツイッターではおしゃべりだけど、実際あったらあんましゃべらんからな、しゃべらんやツイッターでやろうね、ちゃんやんよツイッターしすぐはいはい、次いっていいですか、はいよ、はい、はい、ゆいれる男&ゴッチャン、はい、はい、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、明日は休みなので長めにメッセージを書きます、はい、はい、先週は世界のうちなんちょ大会がありましたね、うん、世界の料理を食べたり、沖縄の展示物やコンサートなどがあって楽しかったです、あとうちなんちは世界中にいるんだなと感じました、5年に1回なので、次は東京オリンピックが終わった次の年に開催されるから長いな、毎年でなくても3年に1回だと嬉しいです、あと日曜日は首里城祭の絵巻行列にも参加したのも楽しかったです、別の参加者は他の人はハロウィンだと思っていそうとかも言ってたな、さて好きなチームといえば沖縄の琉球ゴールデンキングスですね、沖縄のチームだから応援したくなります、好きな野球チームってなるといろいろ迷うんだよな、那覇市に住んでいてセルラースタジアムにキャンプしているからジャイアンツも応援したいし、以前試合を見た阪神もいいな、でもキャンプが面白いと感じるのは DeNA だったので DeNA も好きです、この前は広島が注目されていたので広島応援してましたよって、だからね、みんな広島応援してあるけど、ゴーちゃんは満喫してますね、ああだからね、うちらは満喫してるよヤングボーイだな、はあすごいね、
この RBCI ラジオ祭りで会いましょうね。はいはいはい、来てくれるんですかね。来、うん、るはずよ。はい、じゃあどんどん来てるんで次行きましょうね。はいはいはい、フリムンラジオにお集まりの皆様、はい、名古屋の皆様、東京から世田谷のコーラゼロです。コーラさん、よろしくお願いしますって。さて応援しているスポーツ、今はない過去らって。ああ、これでいいです、うん。昔は野球が割と好きでした。ドームになる前の後楽園の頃は巨人が好きでしたが、大敗したあたりからどうでもよくなって今に至ります。選手の名前なんかも有名な選手以外はすっかりわからなくなってしまいました。興味がなくなるとこんなものですかね。なんか締めっぽくなっちゃいましたが、最後まで放送ちばってくださいね。いや、いいんですよ。大丈夫です。コーラさんはもうリューティーが大好きですから、うん、だからや、はいはいはい、コーラさんはとなし、うん、チームリューティーだからね、うん。はい、フリムンラジオの皆さん、チョコラ BB のオレンジ部分を舐めるのと、アメリカンドッグの柄の部分についているカリカリしてる衣を前歯で食べるのが好きなラジオネームジャビオドエース。応援しているスポーツチームキングスの投稿が多そうだから、宜野湾市民の私はあえてキングスではなく宜野湾市でキャンプを行う横浜ベイスターズを応援したいです ね、 ですね、うん、県出身の峰井選手も在籍してるしね。今夜のテーマはボケるのが難しいので、ミュージックシャワーに投稿するモーミンさんのメールみたいに、話変わるけど24時間空いてますでおなじみのスーパーをパクってると思ってしまうスーパーのユニソンですが、お店の前を通るたびにお客さんの姿を見ないけど、なかなか潰れないのは宜野湾市普天間の小銭寿司と同じで不思議に思ってるのですが、皆さんは西原のユニソンと普天間の小銭寿司って知ってますかって。ユニソンは知ってる。普天間の小銭寿司よ、オルマシの人からよ写真撮ってこいよ頼まれてるわけよ。はあ、あれあっちをしてかよ、あれはシャッターよ斜めになってるわけよ。あら、シャッター全部あかん、斜めになってる。あ、開けきれないな。あ、全部開けきれない、開けきれない、斜めなコンバって。はい、じゃあ行きましょうね次。はい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 、フリムンラジオの皆さん、うん、こんばんは。はい、こんばんは。お久しぶりのマンゴタンゴです。あー、レレキュッとね。はい、急に涼しくなりましたが、うん、皆さん変わりありませんかと。はい、大丈夫ですよ。はい、はい、今日のテーマですね、応援してるというか気になってるのはハンドボールの琉球コラソンです。あー、コラソン、はい、次男がハンドボール始めてから気になり始めましたと。で、一番応援してるのはキラキラカール組です。ウリハ、はい、なんですかそれは、初耳ですよ、はい、で有名だ今、はい、超闘牛はチーゴーゴーな試合ばかりと思っていましたが、うん、一試合前に面白い、いろんな戦いがあり面白かったですと、うん、13日応援に行けないけどカールちゃんちばりよって。あー、調子いいよ、はい、あ、はい、ありがとうね。マンゴさんもじゃあ前のツアーで初めて見たんですかね、闘牛、うん、でしょう、ね、まあ、10年カール配ってついた、だからだから、はい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 、はい、うん、次のメール、はい、次いきます。はい、モーラです。こんばんは。はい、モーラさん、はい、はい、フリムーンの皆さん、名古屋の皆さん、はい、自分が夢中になって応援していたチーム、阪神タイガースの亀山勉。ああ、背番号00、俊足盗塁タイムリーヒッター、はいはいはい、夢中で応援していた15年ぐらい前です、うん、現在は日ハムの中田翔だね、じゃあ頑張ってって。あ、中田翔選手、モーミー13日カールちゃん福岡出張で行けなくなったよ。聞いてる、これ、ね、なったよやって福岡行っちゃうって、はい、福岡行ってるって。亀山、亀山選手多分頑丈だったんだろ、メガネかけてるな、デブになってますよね、そうそう、はい、あじゅんな、うん、わーたになってるか、はい、はいはい、あの時間ももう押し迫ってきたんで、あー、はいはい、メールはもうなんとか今日全部読みました、うん、あ、読んだ、はい、よかったさ、はい、よかった。で、じゃあもう早速来週のテーマね、あのイケペから発表してもらいましょうかね。はい、イケペプレゼンツ、来週は飲みながらの放送です。これジュンにやんば、ジュンにやんばよ。あっしゃ、はい、コッセスさんは何飲もう、これビール情報、ビールしか飲まんや、あ、これは各自持ち込みでお願いします。はいはいはい、わかりました。あ、じゃあテーマは何ですか。じゃ あお酒ですか、お酒でいいんですか、お酒、酒でいいか、あの忘年会とかいろんなの、うん、こんな酒のあれください、はい、今から新年会、じゃあもう一回言う、エコー聞かして、うん、はいはい、イケペ、はい、イケペのいいとこベスト3、どしどしお待ちしてます。違うでしょ、声がちっちゃい。お酒ですよね、お酒ですよ、うん、お酒、はい、お酒、はい、お酒に関するあれこれでいいんじゃないですかね。なあ、忘年会もあるしね、うん、また来年新年会もし、フリーでもいいですよね、うん、フリー好きなタイプとか、うん、いいじゃないです、フリーでも、ほとんどもうフリーの感じで、まあ、フリーとかね、今言ったように好きな酒でもね、うん、いいんじゃないです、いい企画じゃないです、やんのや、たまには、うん、ジョニー飲みからすんばあれですよね、やりますよ。だからモミは
一杯だけね。あの飲みすぎると寝るから。茶の会一杯や。俺マギコップ持ってるのが。アランド普通の。飲んで喋って駐車場で寝ますよ僕は。はい、ということで来週は飲んでるからね、はい、少し酔っ払えたはず。はい、本音が出るよ本音。はいはい、純ちゃんの具よ。はいはい、ジョーの入ったの。はいはい、 MC モーミー。はい、ホワイティエコザエルエコセスイケペイでした。はい、ありがとうございました。また来週。来週飲むぞ。ジュニ飲むんば。絶対のメーカー止まらんの。